ゆっくりマリサだぜ。ゆっくり霊夢です。このチャンネルではスパロボに関する動画をアップしていくよ。今回のテーマは、スパロボインパクトで倉庫版になりやすい機体重戦よ。倉庫版シリーズか。シリーズってほどまだやってないけどね。でもスパロボインパクトって意外な機体が強くなる作品だろ。倉庫版って案外少ないんじゃないか？そうね。インパクトは初期能力が弱い機体ほど改造段階が多く設定されてて、最終的にエース機を上回るってケースが多いわ。また、パーツスロットが多いほど効果が上がる V アップなどのパーツ。これらの組み合わせによって、量産機や支援機が最強機体になっちゃうっていうタイプのスパロボ。で、エース級もまあ育てれば強いだろうし。ところが、そんな中でも、加入のタイミングだったり競い合う機体の存在だったり、様々な理由で使われにくい機体が出てきちゃうのよ。まあスパロボには付き物だもんな倉庫版って。というわけで、その中から10機ほど紹介していくわ。まずはスパロボおなじみの修理機体、メタスよ。インパクトの仕様なら強くなりそうなもんだけどな。改造段階が多いのはその通り、フル改造すればそれなりに高い性能にはなるわね。でも倉庫版なのか。そうなりがちね。いくつか理由はあるんだけど、まずサイズ、ブルーガーやコアブースターなど、今作で最強候補になる支援機はどちらもサイズが S、 運動性も高く、鍛えるとかなり避けるようになるわ。対してメタスは M サイズ、モビルスーツだもんな。この差が結構大きいのよね。だいたい 20% ほど回避に差が出てくるわ。大きいなそれは。そして武装面も、ブルーガーのミサイルは射程が6までで弾数が18。コアブースターのメガ粒子砲も射程が5までで EN 製。対してメタスのビームガンは射程が5までで、弾数は8発。この遠距離武器の差も結構痛いのよね。いくら威力が上がったとはいえ、ちょっと使いにくいのか。もちろん、モビルスーツ系で貴重な修理機体ではあるので、序盤から使う場面はあるし、モビルスーツ乗りのレベル上げに使うのもありだとは思うわ。しかし、後半になって敵の攻撃が苛烈になっていくにつれ、徐々に出番がなくなっていく感じかしらね。他の強い支援機でこと足りちゃうもんな。エース級の機体が揃ってくるのもあるわね。序盤はフル回転すると思うけど、気づいたら倉庫版ってケースも少なくないわ。ファジ隊は補助精神が優秀なので育てておきたいところだけど、育てた上で何に乗せるかっていうとスーパーガンダムとか、機体性能が高い方に乗せたいわね。早速運用の難しさが垣間見えるな。大体こんな感じで進んでいくわよ。続いては100式。これは結構役立つスパロボも多いだろ。割と高い運動性、そして何より、マップ兵器のメガバズーカランチャー。これが100式の生命線ね。それはインパクトでも健在なんだけど、競争相手が厳しいタイプね。どいつが競争相手なんだ？まずはフルアーマー100式界。名前の通り100式のパワーアップ版で、熟練度等の条件によっては100式界になることもあるわ。このフルアーマー100式界がベラボーに強いのよ。なんといっても破壊力がすごくて、メガ粒子砲は改造してくと、超電磁スピンとかに匹敵する攻撃力に達しちゃうわ。え、そんなに？射程も長いし、文句なしのエース級ユニットね。まあ帰ってぐらいだもんな。でも改造しといたら引き継ぎでお得になるとか。別ユニットなので、引き継ぎはないわ。厳しい。続いての競争相手は旧式機。まあ1年戦争時代あたりの機体ね。この辺はインパクトらしく、改造段階の差が出てるわ。古い機体の方が改造段階が多いので、最終的に強くなるってことだよな。そのため、08小隊の機体や00AD、00AD3 の機体、この辺の方が最終的に強いのよ。100式を育てるよりもそっちを育てた方が伸びしろがあるんだな。とはいえ、宇宙編などはユニット自体が少ないから、100式で頑張る場面も出てくるわね。でもユニットが揃ってきたら、お役御免になりがちね。中途半端に高性能だと後が辛いんだな。続いてもゼータガンダムから。またゼータからかよ。なんかゼータの機体ってちょうど谷間なせいか。性能が微妙なとこがあるのよね。そのゼータからサイコガンダムよ。隠し要素として手に入れることができる機体なんだけど、正直使い方がかなり難しいというか使い道がないというか、そんなレベルなのか。加入自体はシナリオ選択の順番を入れ替えて、その上で神湯で撃墜という比較的簡単なフラグで可能よ。そして第一部の加入。ちょっと期待しちゃうなそれは。HP も装甲も、モビルスーツにしてはあるかなというぐらいで、原作のような圧倒的な威圧感は感じられないわね。でも運動性は見た目通りに低いと、今んとこすげえ中途半端な感じだ。武装は射程こそ長いものの、弱い武装でも EN を30とか消費しちゃって、モビルスーツ形態だと移動力は4、変形しても6とかなり機動力も低く、改造段階ももちろん低くて、パーツも2つしか付けられないときたわ。インパクトにおいてそれは致命的だな。
ほんと、手に入っても使い道が見当たらない即倉庫版になる機体ね。隠し機体なのに。逆に、敵として出てくると硬いし射程は長いし、かなりめんどくさい敵なのよね。このギャップもがっかり度合いに拍車をかけてるわ。敵から味方になった途端急に弱くなるってのもスパロボあるあるだが。まあたまにあるわね。ただ、他の隠し機体や、味方になる機体と比べても突出して弱い印象だわ。というわけで紹介させてもらったわね。続いてはゼータガンダム。同じ世代の機体が続くな。ってことで理由もおおむね同じよ。参戦直後は高性能で攻撃力も高く自分の中心として活躍してくれるけど、徐々に改造が間に合ってきた旧世代の機体や、より高性能機の存在に押されて出番がなくなってくわ。ゼータってそういう扱い多いよな。昔のスパロボだと時々あるわね。そして、競争相手が強力なのも百式と同じ。というかフルアーマー百式界も強力な競争相手ね。ゼータの対抗馬というと何がいるんだ？インパクトの場合、ゼッツーがいるわ。後継機というかなんというか、X エステバリストの2択で手に入るこの機体。最強武器のメガビームライフルは威力こそ抑えめなんだけど、弾数が15発と多いのが嬉しいわ。ゼータは燃費問題が常にあるもんな。今作のゼータはウェーブライダー突撃が武装にあるんだけれど、威力こそ高いものの、消費 EN が110ととんでもないわ。また、気力が110必要かつニュータイプ技能も必要なので、乗り換え先としてもちょっと使いにくいのよね。オールドタイプは乗れないもんな。今作のオールドタイプパイロットは格闘能力が高くて、ニュータイプは熱血、オールドタイプは魂みたいな調整にされてるの。そのため、単純な破壊力はオールドタイプの方が上になったりするわ。これでニュータイプ技能必要なかったらだいぶ違ったんだろうけどな。まあ設定的にも難しいとこでしょうね。ただ Z2 等が手に入るのはだいぶ後半ではあるので、そこまで頑張ってもらうことはできると思うわ。長丁場のスパロボだもんな。続いてはキュベレイマーク2よ。また似たような世代だな。作品によっては最初から仲間にいたりするけど、今作ではプル2ともに隠し要素として仲間になるわ。プルは第1部、プル2は第2部ね。機体性能はどちらも同じだわ。隠し要素なのに性能はいまいちなのか。ファンネルは高性能ね。射程の長さはもちろん、気力も関係なく使えるのがいいわ。ただ弾数が8発しかないのが継戦能力としては心もとないわね。まあ改造しても、ってのは他の機体と同じ感じか。というわけで、仮に手に入れたとしてもプルたちは別機体に乗り換えね。専用機なのに。同じくプル2が乗った機体でクイーンマンサが第3部で手に入るんだけど、こちらの方が有用かもしれないわ。大型機だしあんま伸びしろはなさそうに見えるが。強化パーツスロットは一つだし改造段階も低いわね。しかし、二人乗りという大きなメリットがあるわ。モビルスーツで二人乗りか。そのため、メインでガンガン戦うというよりも、補助精神が豊富なパイロットを二人乗せてサポートに回る。そういう戦い方が有効になるわ。ゼータも参戦してるし、ノーマルのキュベレイはどうだ？こちらは、マーク2よりはちょっと強いぐらい、ハマーンは仲間にならないのもあるし、こっちも第3部での獲得なので今更強化してもね。そんな感じね。取ったとしても使われない、もったいないな。続いては元祖ガンダム。一年戦争の機体だし伸びしろはあるんじゃないか？改造段階は最大の15段階ね。ただベースの能力が低すぎること。そして、こちらも競争相手が悪かったわね。ガンダムの競争相手ってなんだ？第1部終盤、隠し要素で手に入る G3 ガンダムよ。これがかなり優秀な機体なの。まあ G3 の方が性能上ってのは設定上もそうだろうけど。改造段階は G3 の方が一段低いものの、フル改造してもほぼ全て G3 の方が上になってしまうわ。何より大きな差になってるのがガンダムハンマー。G3 のガンダムハンマーは無償スピー武器なのに射程が5までと、かなり優秀な武装なの。これが、ガンダムはなんと射程1の武器になっちゃってるわ。武器の良さがほとんどなくなっちゃってるな。この性能差でもきつい上に、ガンダムが手に入るのは第1部の最終話、それも熟練度が高い時限定。まあ数話の差だけど、G3 の方が先に手に入っちゃうのよね。これでこの性能差だと、わざわざガンダムを使う理由もないと。そういうわけで倉庫版になりがちね。初代が実は最強とかだったら面白かったのにな。スパロボ8とかだとそういう現象が起こってるわね。改造段階が多けりゃ強いってことでもないんだな。そこが難しいところね。モビルスーツ系から最後に紹介するのはザク界よ。これも改造段階多そうだな。もちろん15段階改造可能ね。加入は1話から。バーニーが乗ってるんだけど、ここがポイント。バーニーが？インパクトのバーニーは非常に優秀なパイロットなので、特に第1部は、バーニーを強い機体に乗せて、
ボスキラーや資金稼ぎとしてフル回転させるのが攻略のポイントなの。そうなると、初期機体のザク界から離れることになるんだけど、じゃあ空いた機体に誰か乗るか?という話になると、ザク界じゃなくてもいいよな、って話になっちゃうのか。バーニーは格闘能力が高いので、格闘主体の機体に乗せたいのもあるわ。まあ機体の少ない序盤のうちは使わなきゃってケースもあるけど、乗り換え機体が揃ってきたらまず使われなくなるわね。まさかバーニーに置いてかれるとは。地上適性が高いって強みはあるけど、終盤の宇宙では役に立たないしね。G3 と同じタイミングで手に入るシャア専用ザクが優秀なのもあり、余計に影が薄くなっちゃうわ。切ないぜ。ただこれでもスパロボの歴史の中ではかなり強いザク界なのよね。他の作品ではダントツの最弱機体になってることも多い中、インパクトならフル改造と V アップで戦える機体にすることが可能よ。でも、わざわざザク界にリソース割くこともないか。その分他の機体に回したいわね。続いては G ガンダムからノーベルガンダム。今作、シャックル同盟は登場しないので、貴重な味方のモビルファイターでもあるわ。それなのに弱いのかよ。って、何回不完結編の時にも同じリアクションした気が。加入当初は結構役に立つ機体ではあるわ。移動後に使えるビームフープは射程が5まであり、地形適性も全て A と優秀、R&B は援護能力も高いので、戦いに参加させやすくはあるわね。ただやっぱり基本的な攻撃力が低く、改造で化けるほどでもないし。が、合体攻撃はあるだろ。確かに、ゴッドと合体攻撃が追加されるわ。ならそれで生きる道もあるんじゃ。そうなると、同じく合体攻撃があって、威力も高いシャイニングやマスターを優先したくなっちゃうわね。マスターと競わされちゃうのか。インパクトのマスターは隠し要素だけどめちゃくちゃ強いので、合体攻撃使うならこっちね。そうなるとわざわざ使う理由も見当たらんってことか。ほんと最初のうちだけかしら。なんかノーベルっていつもこんな扱いになってないか?後の作品では結構使いやすい機体に仕上がってることもあるわよ。スパロボティでは修理装置がついたり、ゴッドフィンガー打てるようになってたわ。それでもシャックル同盟やマスターに押し出されることもあるよな。ゴッドを中心に出撃機体を選んでくとそうなりがちね。続いては機動戦艦なでしこから、暁流れが乗り込むエステバリスね。インパクトのエステバリスって強いのか?やはり、EN の心配なく戦えること。空戦タイプの持つフィールドランサーがバリア持ちに対して有効なこと。あとは援護や合体攻撃を交えた手数の多さが魅力ね。一撃よりも手数で圧倒するタイプか。そんな中で暁機なんだけど、特別なカスタムがされてるので、他のエステバリスよりちょっと性能が高めなの。0G フレームでも地上適性があったりね。基礎性能は高いのにあんま使われないんかよ。先ほど述べた強みの一つ、合体攻撃がないってのが最大のネックなの。秋とはガイト、涼子、光、泉も合体攻撃があるけれど、暁だけ合体攻撃がないのよ。なるほど、それは確かに。エステバリスを主力にするにしても、まず最初に選択肢から外れるわ。なんなら、隠しユニットの X エステバリスに、暁を乗せて運用するパターンの方が多いかもしれないわね。合体攻撃がないから逆に、気兼ねなく乗せ替えられるんだな。あと地味にめんどくさいのが、第3部で暁が一度敵に回る場面があるんだけど、この際のレベルや機体の改造は自分にいた時のものが引き継がれるの。そのため、育ててると強敵になっちゃうわけね。そういう意味でも、改造したりすることが避けられがちなのか。後の作品では秋人と合体攻撃ができるようになって、それだけで存在価値がかなり高くなったわ。エステバリスは良くも悪くも合体攻撃次第なんだな。続いては、第2部主人公機であるバイスリッターね。え?主人公機だろ?まあ賛否あると思うけど、倉庫に入れちゃった人も結構いると思うわ。そうなのか。こうなってしまう原因は、後継機の存在にあるわ。主人公機といえば後継機への乗り換えだな。インパクトの場合、アルトアイゼンは普通にアルトアイゼンリーゼになるんだけど、バイスリッターはイベントフラグによって、後継機のラインバイスリッターかシンゲッターかの2択になるの。その2択ってマジかよ。第3部のシーン2において、サオトメ研究所に敵が押し寄せてくるんだけど、この敵がサオトメ研究所に侵入するとゲッター G がシンゲッターになるわ。逆に侵入させずに、さらにエクセレンを説得できれば、エクセレンがラインバイスリッターに乗った状態で味方に復帰するわ。この2択ってどうなんだ?まずシンゲッターが強いってのはいつも通り。とはいえいつもよりは弱体化されて、攻撃力最強って感じでもないわね。一方のラインバイスリッターは、売りだった射程の長さがさらに強化された上で、攻撃力も底上げされてるわ。なんとか2択になるバランスなのかな。ここで忘れちゃいけないのが、バイスリッターとアルトアイゼンの合体攻撃の存在。ランページゴーストだな。
これがラインバイスリッターになると使えなくなっちゃうの。強みが一つ消えちゃうのか。バイスリッターだけじゃなく、アルトアイゼンにとってもマイナスだわ。ってことでじゃあシンゲッターを選ぶって人もいると思うの。まあ自然な流れだ。ということは、バイスリッターは最後まで強化なしでいくことになるわ。そうなると性能の方は、正直、だんだんついていけなくなっちゃうわ。第3部の敵は支援機や HP の低い機体を優先的に狙うようになるんだけど、バイスリッターの回避能力だとそれを避けるのも難しく、バリアや盾もないので、かなり厳しくなってくるわね。アルトアイゼン・リーゼとの合体攻撃のためだけに出撃させるのも不安か。援護攻撃要員としては活躍できるけど、他の強力なモビルスーツや、改造で化け出した機体たちと競うとなるとちょっと見劣りしちゃうわね。一応主人公機なのに最後出番がなくなっちゃうのか。ちなみに後の作品ではラインバイスリッターでも、ランページゴーストができるようになったわ。むしろ最初からそうなってて欲しかったぜ。ってことで、レギュラーから外れちゃうこともあるわ。むむむ、厳しい世界だ。というわけで、スパロボインパクトで倉庫版になりやすい機体を見てきたけど、どうだった？インパクトならではというか、改造やパーツでの伸びに差があるからこその機体ラインナップって感じだ。今までなら倉庫版になりがちな機体がエース級になり、元から強い機体はそのまま強く、その間の機体が浮き目を見た感じね。このぐらい癖があった方が面白いって人もいるかもな。難しいスパロボの筆頭として今でも有名なインパクトだけど、やりごたえがあるとも言えるわね。今後もこういうスパロボが出るかしら？個人的には好きな機体で好きに暴れたいぜ。そういうのもスパロボの醍醐味ね。というわけで今回はここまで。ではまた次の動画でお会いしましょう。またねー。